埼玉西武ライオンズ対広島東洋カープのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。立ち上がりの配球なんですが、小宮山さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか？まあ、低めでストライクをきちんと取れるかどうかっていうのがポイントになりますよね。その低めきっちり投げることができるんでしょうか。インサイド落ちました。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターボックスには指名打者の柳田。戸郷、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド変化球決まっています。2球目は何で来るか。2球目打ちました。ヒットになった。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー1塁です。バッターボックスには3番浅村。ヒットでランナーを1塁に置いています。走ってきた。インコース詰まりました。源田が掴んで2アウト。ファーストランナー飛び出している。打席には5番バッター丸。2アウトになっています。ランナースタート。キャッチャー2塁とタッチアウト。さあ、これからカープが守備につきます。バッターはオースティン。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。打ちました。取った。アウト。ワンアウトです。バッターは2番に入っている源田。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。ボールになります。絶妙のコントロールですね。インローのストレート、力のあるボールです。ここは150キロを超えてきます。4球目は何で来るか。切れていきます。ファウル。これもファウル。ボールカウントは2ボール2ストライクです。またファウル。まあ次のボールが勝負ですね。しっかりコントロールしてギリギリに投げたいですね。はい。変化球が高めに外れています。3ボール2ストライクです。見逃し三振。クリーンナップが登場します。バッター井口。2アウトランナーありません。初球ボール。154キロがいきなり出ました。インコース詰まりました。取ってスリーアウトです。2回表に入ります。カープの攻撃、打順は4番丸。カープ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。西さん、この場面はどうしても出塁しなければなりませんので、まあここはね、確実に行きたいですよね。さあ、まずは先頭バッターを出していきたい。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。バッターボックスは5番岡本。戸郷、まずは先頭バッターを打ち取っています。ライト方向を流しました。ライトへ打球伸びる。バッターは6番吉田。2アウトになっています。この回のカープ打線ですが、4球で2アウトになっています。まあ積極的に打っていくのはね、悪いことじゃないんですけどね。はい、そうですよね。打ちました。取った。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。2回の裏になります。さあ、ライオンズ、この回は4番から始まります。王が打席に入ります。カープ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。打ち上げました。この打球は落ちそうだ。ショートフライ抑えてアウト。バッターは DH 掛布。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。枠いっぱいに決めてきました。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。変化球打った。ファーストが抑えた。そのまま入って一塁アウト。打席には6番バッター佐野。2アウトランナーありません。この回の千賀、4球で2アウトにしています。初球打ち一塁へ、内野安打。2アウトランナー1塁です。バッターは7番に入っている高橋。
ヒットでランナーを一塁に置いています。いいところへ決めてきます。ストライクです。ストライクを取ってこれで追い込んだ。強い当たり、セカンドうまく捉えて一塁アウト。これで3アウト。3回に入ります。7番から始まるカープの攻撃、打順は下位打線に入っていきます。バッターは村上。カープ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。さあここでカープ代走を送ります。セカンドランナー、初球は何から入ってくるか。打ち上げた、切れました。ファウルボール。このストレートは入りません。153キロ。今のはよく見ましたね。はい、変化球わずかに外れてボール。併殺狙い、インコースに攻めてきました。今ゲッツー狙いの配球になってますよね。詰まらせようかという配球です。ふわふわっと上がった。これはインフィールドフライ。ワンアウトランナー二塁一塁。さあそしてバッターボックスには小林が入ります。さあアウトカウントが一つ増えましたが、なおもチャンス。バッターボックスには代打の中田。戸郷、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあまず1球目、初球は打ち、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。ふわふわっと上がった。これはインフィールドフライ。ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。さあそして打席には源田が入っています。いい場面でいいバッターが続きますね。さあバッターボックスには代打の坂本。ツーアウトになっています。いいコースですが外れています。あーよく見ましたね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。うちのボール打った、切りました。ファウル。フェアならば先制かというところでした。インサイド打った、掴んだ。一塁アウトで3アウト。ここでカープ守備を変えてきました。3回の裏に入ります。ライオンズの攻撃、得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは中村。カープ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。守備を変えてきました。これが1球目、初球は打ち、いい入り方ですね。コースを球種とも文句なしです。はい、詰まらせて打ち取ろうという球ですね。なるほど、そうですか。バントしました。ファウルです。小宮山さん、ゲッツーを狙うにはどういった配球になりますか。できればゴロを打たせたいので、低めに沈むようなボールが有効でしょうね。なるほど、そういうピッチングができるかどうか。外れてますか。ピッチャー決まったと思ったでしょうね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。ストレート打った、一塁送球、一塁アウト。ワンアウトランナー三塁二塁です。さあそしてバッターボックスには近本が入ります。嫌な